道の駅浦磐梯にやってきました。浦磐梯が綺麗に見えるビューパークと思ってきたんですが、見えません。いや、しかしすごい人ですね。刃物類の展示やってますね。うわ、すごい大混雑ですよ。30段上がると見えるということなので上がっています。さあ、うわ、確かに桧原湖は見えてますね。しかしちょっとね、磐梯山はあの木が邪魔かなって感じですね。